N 型エンジンは、日野自動車が製造するオフ、直列4気筒ディーゼルエンジンである。2003年、S 型エンジンの後継として登場した。ボア 104mm、ストローク 118mm、総排気量 4009cc は、同社の旧エンジンである、W04 型と同一のスペックであり、排出ガス規制対策のために、W04 をベースに4バルブ化、大容量。 クールド EGR、DPR、コモンレール噴射化したものである。新短期規制、新長期規制に適合している。排出ガス規制強化に伴い、トヨタ B 型エンジンとも統合が図られたため、トヨタブランドの商用車にも広く搭載されている。2018年現在、日本国内で市販されている普通、小型、中型トラック用としては三菱不走。 4V20 と並ぶオフエンジンである。ターボ付きは記号に T が付き、それ以外は自然吸気である。N04CTM 搭載車とハイブリッドと記号に U が付くエンジンは平成27年燃費基準達成車。また、N04CVH 型はジャソディーゼル用エンジンオイル規格の試験にも使われており、2014年に正常性試験である。 M336、2014に、2015年には、同弁系摩耗試験である、M354、2015に、性能評価試験エンジンとして採用されている。2017年には、少年費規格 DH-2、F の制定にあたり新規の燃費試験として、M362、2017が制定され、これに対しても N04C が採用された。 2004年登場2003年登場2004年、登場2003年登場ターボチャージャーが、可変ノズルターボに変更される。ハイブリッド専用2006年登場2006年、登場2006年登場2006年、登場2006年、登場ハイブリッド専用輸出専用輸出専用、輸出専用平成17年排出ガス規制適合2007年、 登場2007年登場輸出専用平成22年、排出ガス規制適合ハイブリッド専用平成22年、排出ガス規制適合平成22年、排出ガス規制適合平成2二年、排出ガス規制適合二0 1 2年登場平成22年、排出ガス規制適合輸出専用輸出専用輸出、専用輸出専用輸出専用輸出、専用自衛隊車両に搭載。 ジャソディーゼルエンジンオイルの試験エンジン。2014年登場2014年、登場輸出専用平成28年、排出ガス規制適合平成28年、排出ガス規制適合輸出専用輸出専用、平成28年、排出ガス規制適合平成28年、排出ガス規制適合平成28年、排出ガス規制適合平成28年、